海外の反応です今日の環球時報は、一面にこうして写真付きで、岸田氏が間もなく日本の新しい総理大臣になると、大きく報じています中国の環球時報は、岸田氏は中国との関係を敵対させないよう望むという社説を掲載したほか、 中国中央テレビでは専門家が岸田氏は総理に就任した後も中国に強硬な姿勢を取るだろうと解説していますまた韓国では長官のほとんどが一面写真付きで報じ日韓関係の早期改善は難しいとしながら関係改善の契機にすべきとも伝えています一方アメリカのニューヨーク・タイムズは世論を無視し不人気の菅総理と ほとんど差別化できない候補者を選んだように見えると辛口に論評しています。